大相撲の大関、豪栄道、32、イコール境川イコールが夏場所9日目の21日から休場した。この日、日本相撲協会に休場届を提出。9日目の相手、関脇、逸ノ城、湊、は不戦勝。豪栄道の休場は昨年春場所以来7回目で、名古屋場所、7月8日初日、ドルフィンズアリーナ、は7回目の角番となる。本場所の10両以上の休場者は稀勢の里、高安、肘前文を読む。